こんにちは、はじめせつおです。皆さん、ポケモンカードやってますでしょうか？なんか今めっちゃブームで、めっちゃ周りの人とかいろんな人がやってて、ポケモンカードのルール、すごい簡単で覚えやすいんですけど、最初お互い手札7枚から始まるんですよ。で、7枚、その手札バーって見た時に、ポケモンがいないとダメなんですよ。ポケモンとポケモンを戦わせるカードゲームなんで、ポケモンがいないと戦いが始まらないんで、その時点でもう一回やり直しになります。そのシャッフルしてまた7枚引くよ、みたいな。ってことなんで、結構ポケモンカードにおいて、デッキの中にポケモンをたくさん入れておくっていうのはすごい大事なことなんですけども、結構めちゃくちゃポケモンカードやってて、ポケカやってるうちに思ったことは、意外と手札にポケモンが来ないことが多いんですよ。みんなでやってる時は結構3回連続来なかったりすることがあって、こういうなんかトレーナーとかグッズとかってすごい強力なんで、こういうのたくさん入れがちな人がすごい多いんですけど、今回もし俺のポケモンカードのデッキにポケモンがいなかったらドッキリをやってみようと思います。いや本当にポケモン来ないくて、なんかはいいませんでした、もう一回いませんでした、もう一回っていうのも結構マジであるんで、僕バレないと思うんですよ、デッキにポケモンが入ってなくても。それにどれぐらい早く気づけるかちょっと検証してみたいと思います。だけどちょっとこういうポケモンたちですね、ポケモン一回全部抜きます。はい、というわけで私のデッキからポケモンがいなくなってしまいました。たださすがにゼロだと怪しまれるんで、最初手札に来て出せるポケモンって進化しないポケモンか、あの進化前のポケモンしか出せないんですよ。で例えばピカチュウは出せるけどライチュウはダメみたいな感じで、進化してるポケモンは出せません。なんでこういう進化が必要なポケモンだけ入れるんですけども、これが手札に来ても出せないんで、結局シャッフルし直し、実質ポケモンゼロのデッキでございます。果たしてこのポケモンが一匹も出せないデッキで、何回目でターゲットはこのデッキにポケモンがいないことに気づくのか検証していきたいと思います。でかトモダカ、ポッポッポッ、いけ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 、ポッポやポッ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 、オッケー、ちょっと戦略が分かった、このデッキの100勝てます。はい、絶対勝つだ。はい、よろしくお願いします。お願いします。1、2、3、4、ポロポロ、最初はグー、ザーグー、ポン、よっしゃ、先行。はい、やっぱポケモンがいねー、よくあるやん、めっちゃ事故るんだよこれ、事故るねいやーってね、マジ失礼してました。やっば、待って、やばわお、やばいや、まだまだ2回ぐらいならまだ、はい、許容範囲、はい、やばもう一枚どうぞ。はい、いや待って、本当にやばいんだけど、いきます。いや、待って待ってください。すげえカットすると思います。カットの腕を磨きましたやば、2、4、6、あ、トウですね、トウトウトウ、あとトウ、あとトウ、あとトウ、あ、イエス、待ってなんで待って、やば、待って、やばい、えやばい、何が起きてるんですか、デッキに。わかんない、タテポケモン抜きました、抜いてないよ引きます、感じます。頼むよ。もう入って当たり前みたいになったと思う。これやかったな。マジでやばい。まだ分からん。18枚です。モノマネもしね打つときですよ。やばい、マジでやばいこれ。なんで。まずどうなってんの。はい、1、2、3、4、5、6、7。一回やり直します、全部これ1個見て、いや、ダメだ、それはルールに基づいてないんで、はい、そこは注意したんだ、そこはちゃんとルールに、もうすごくね、いや、初めて見た俺こんなの、いや、こりゃすげえな、待って、マジやばい、なんで、お、あ、違った進化ポケモン、はい、
そんなことあります？そんなことある？やばいよね。もうなんか何も出なくなってきた。なんですか。不思議ですね。不思議。本当に言ってる？いや、わかりましたよ。え？撮ってますね。はじめさん。何回目でデッキにポケモンがいないことに気づくかっていうドッキリでした。何やってんすか。いや気づかなかったです。あ、デッキの構築ミスったんやなって思ってました。